はい、今日はですね、ちょっとユタが仕事のため不在なんですけども、私、カン君とスーちゃんでですね、2人でバラしていきたいと思います。我々2人もこのインテグラを買った仲間ですので、今日は2人でバラしていきたいと思います。ヘッドカバーの取り付けのこのゴムワッシャーのところから油漏れているのでこれを変えます。あとヘッドカバーガスケット漏れてないものの、せっかく変えるんでカバー外して全部ガスケット変えていきます。じゃあ外します。ローバルのガスをここにホースを外して、止めてるわけじゃない。外れ平気？いや、これって外れるはず。外れました。まあちょっとオイルが漏れてそうな感じ、濡れてます。あ、これを掃除してガスケット変えて取り付けましょう。今ヘッドカバーを取りました。前のオーナーさんはもう本当にこまめにオイル変えてたんでしょうね。相当これ綺麗なんじゃないですか。もうすぐオイル交換の時期だとは思うんですけど、結構黒いですからね。でも余計なスラッチっていうんですか、そういうのも見られるし、昔のあの鶴見線みたいなあの黒い色ですね。これThank you.
さあ掃除をしてパッキンをはめました。ガスケットか。ヘッドカバーガスケット交換しました。あとプラグホールのガスケットも交換しました。まあ、これで取り付けていきます。つけます。ちょっと待って、ここ磨いてないなので取り付けていきます。たたり面は軽くオイルストーンで磨いて汚れだけ取りました。バスケットワッシャー入れていきます。これでカバーの取り付け終了です。あとプラグキャップしてキルにつけて終了です。
美し